嫌われる勇気第4夜パート1居酒屋編。居酒屋編、イエス M8 招待二等兵の友人屋です。いい隊長です。隊長でございます、はい、波乱と第4夜青年がブチギレ、ブチギレ隊長もはって眉をしかめたポカンとしたはい、はい、横で、うんうん、鉄人と青年が話しておりますが、うん、それを横で聞いておりましたと、うん、で一人はエーリヒ・フロムの実存主義とつながったとか言ってる二等兵と、うん、ちょっと分かりやすく説明してよってって思う。そう、確かに急に課題の分離の辺まではすごいスムーズに、そうそうそう、スムーズにすんなり入ったけども、うんうん、急に話が大きくなる。そう、うん、そう、なんかもう宇宙とか未来とか行くとこう手に負えなくなってくる感覚。自存する全てのものと一体っていうこと、そんなに広げなくてもよくないですかってそうすると狭いな、狭く、なんかその人類ぐらいでよくないですか。動物は、動物と一体、あ、生物、生物でもなんかまあお肉食べたいじゃないですか、うんうんうん、ってことはやっぱり動物のことも考えますよね。考えます。お魚さんとか。あ、僕でも一体感は結構ありますよ。人間、なんか人間ってこう人間が作ったものを人工物とか言うじゃないですか、はい、人間も自然の一部だからそれも自然だって思ったりします。あ、僕そこは体がいいなってなりますね、うん、だからなんかよくこう、あ、だからあの愛の話、人間はそう、はい、他の動物は違うみたいな、はい、人間も動物だと思ってますもん。あ、そう、で動物だからこそなんかその原始時代の人間がやっていたもの、うんうんうん、生活、うん、食べるものが今もいいに決まってるって僕は思うので、うんうん、なんか人が作ったものも人間だ、人が作ったものも自然の一部ですもんっていうのはちょっとなんか宇宙の一つ一部ですから、あのなんかダイエッターとしてのちょっと今拒絶反応が今ペピって、うん、宇宙の一部ですから人間もどっちが大きいんでしょうね、これはどっちが大きいかは。で、まあ、初めのこの、はい、うん、まず突っかかってきた第1個目、あ、突っかかったわけじゃなくて最初鉄人に殴りかかろうとしたのを僕がこれで一生懸命まとめたんですけど、あ、違いますよ、それって何のことですかって、最小単位、最小単位の話ですかっていうことを確認しようと思ったんだけど、ここでこう社会の最小単位があなたと私って言ったんで、はい、多分2人以上、1人以上っていうか2人以上、まあ、社会学っていうことなんでしょうね、うん、でそうすると2人じゃないですか、はい、社会学、社会学、うん、社会ですからね、の最小単位っていうとソーシャル、あ、分かる、はい、あなたと私のそこが最小単位だなっていうので、はい、あ、最小単位のことなんだってここでなんか分かったんですけど、あ、なるほど、 そのさっきのことだけだと、そう、ここまでだと、あ、最小単位のことを無意識と意識、意識とか、まあ、心と体も全部ひっくるめてそこが最小単位ですよって。あ、そうで、うん、その全体主義っていうのも、うん、アドラでいう全体主義っていうのは、うん、その全部ですと、意識、無意識、体、うん、全部で全体で、うん、これが個人で分けられないって話をしてるんですね、うん、アドラーは、うんうん、あ、それは全然ごく、あ、それがあの、あ、だからその分割できないっていう意味を知りたかった。ああ、なるほど、そうそう、あ、その最小単位のことですかっていう、はいはい、そうそう、あ、でアドラーはそうですって言っていて、あの、なんかよく人は意識のこっち側に 95% の無意識があって、うんうんうん、この無意識を刺激すると、うん、っていうのは、うんうん、多分アドラーはノーと言ってる、それも含めてじゃないですか。そう、でそれも含めて、うん、だからその分離はされてないためですよ、一緒から心と体でも、うん、あ、これ討論ですね、じゃあ、うん、思うに、うん、でもなんかよくあの自己啓発とかで、うん、いや無意識を、ね、うん、導けば、うん、あなたはでなんかそのよく期待させるじゃないですか。あ、まあでもよくあるのが、あなた呼吸してますよね、それって意識してますかって、無意識でやってますよね、心臓動いてるの無意識でやってますよね、あ、だからそれは一体ですと、うん、はい、っていう話なんですか、意識と無意識で、意識的に心臓を動かしてますか。でもそれってなんか僕疑問な気がするんですけど、うん、それってどういうことですか。それが意識と無意識っていう分け方、あの動かすこと思って動かしてるわけ、え、これって何、無意識でやってるんですか。無意識に脳が動かしてる、意識的に動かしてる、
あ、だからそのこれって意識の問題ですかって意識の問題じゃない、本当無意識ですよね。意識してない、意識してないよ無意識っていうのか、意識してないよ無意識っていう僕の捉え方。あ、だから暑くなったら汗をかくとかっていうのがこう無意識、反応じゃなくて、反応じゃなくて、あの歩こうと思って、よし今から右足を出すぞ、左足を出すぞって歩かないじゃないですか。それがこう無意識、あそこまで行くんだっていうところが意識じゃないですか。それに沿ってこう、ね、今僕はね、はい、何を討論してるかが見えなくなりました。そう、あ、多分その意識と無意識が分離できないというのは分かりますよ。で、もう一回読みますね、うん、アドラーはこれは無意識を分けることなど、うん、二元的価値観に反対したって書いてあるんですね、うん、だから分けることに意味がある。僕はこれを無意識なんてねえよって捉えてるんですね。無意識なんてねえよではないんじゃないかなって僕は。あ、なるほど。じゃあ僕の無意識なんてねえよを聞いてもらってもいいですか。はいはい。僕の無意識なんてねえよっていうのは、よくなんかその無意識を呼び起こせばあなたは才能がみたいな手法ってあるじゃないですか。そういう使われ方をするのが嘘だと思ってるんですね、うんうん、それはだから全部意識的にちゃんとやればいいじゃんなんですよね、うんうんうん、いや意識的にちゃんとやれば頭も良くなるし、うんうん、あのっていう風なので、うん、あ、でもこの、あ、僕があるって思うのは、はい、ああいうメンタリストとかですよ。意識的に動かしてないところを察知してこうなんかコントロールしたりするじゃないですかっていう話をしますよね、はいはいはい、彼らは、はいはい、彼らはだからそこかなっていう、こう嘘をつくときに人はこうなんかどっかを見るとかあるじゃないですか、はい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 、肩がこう動くとか、はいはいはい、うん、とか血圧が思い出すときに右上見るとか、はいはい、っていうこう、まあ、そういうのが無意識で、メンタリストとかはそういうところなんで、こう探りを入れてこう行動を引き出して、はいはいはい、はい、その行動からこう嘘をついてるとかっていうのを見抜いてこう誘導したりとか当てたりするみたいなところじゃないですか、はい、なので僕の無意識っていうのはそこを人が意識してこうコントロールできない部分、あ、要は意識して嘘をついてる時に、うん、にもちょっと自然にやってることを無意識と言っている、うん、そうそうそう、なので まあ、そこの概念みたいな、あ、そう、今そう概念が多分ちょっとこの辺でモヤモヤっとしてますね。あの本当の飲み屋みたい居酒屋っぽい居酒屋っぽい、なんか話がそれて喧嘩が始まるみたいなでもなんか何を話してたんだっけってあれ何でしたっけみたいなっていう、まあこのままでいいですね。まあいいと思いますよ、居酒屋なんてこんなもんですよ、はいはい、で、うん、体調がいいのはね、うん、あのここで喧嘩にならないんですよ。うん、どういうことですか。なんて言うんだろう、あの、うん、これ今、うんうん、こうやっていいとこですよねって収まったじゃないですか、うんうん、収まらない場合も多々あると思うんですよ。どういうことですか。いや徹底的にこっちの話を折ろうとしてくるとか、うん、僕がっていうことをしてくる人もいるじゃないですか。あ、そういう人もいる。そう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 、間違いを認めろよっていうのが僕は嫌いです僕はあれですもんね、こう考え方は人それぞれあるから、あっていう考え方に最近ようやく慣れてきました、うん、まあ本当まさしくこういうアドラーとか、うん、まあ、よく別の動画でやってるエニアグラムとかっていうのをやると、うん、なんかそのよく昔、まあ、今もたまに出るんですけど、うん、みんなそう言ってる、うん、みんなそうやって思ってる、うんうんうん、だから僕が思ってることは、うんうん、みんな思ってると思ってたんですよ、うんうん、まあそれは僕も思ってます。だからその今のその無意識と意識は嘘だって偉いアドラー先生が言ってるから、うんうん、これはねえんだよって今、これは、まあ、これは間違ってるかもしれないんですけど、うんうん、でも何が間違ってるんですか。無意識と分割できないって言ってるんですよね。意識と無意識は分割できない、うん、だからないとは言ってないんじゃないですか。そうなのかな。で僕はそれは意識じゃんなんですね、うんうんうん、
それは意識じゃんなんですけど、分割できない。これはどっちなんでしょうね。分かんないです。意識じゃんと、意識じゃんと、意識と無意識って分割できてないだけだよ。うんうん、で今2つありますね、これ。でいうのと、心と体みたいなところじゃないですか。でだからこれ全部が私一つの個人ですよ。意識も無意識も、そう、体も全て含めて、うん、そう、一緒、そこまで一緒で、全体になった瞬間に、うん、僕はそれは一個なんです、ね、全体一個ですよ。でもなんか多分そこでは分かれて、全体の中で分かれてるんですよね。心、体、意識、無意識みたいな、うん、くっついてるで分かれてる、はい、で僕はそれはもうないんですよ、うん、その人たちはこう目と鼻とみたいな、もう全体って形になってるのでうん、うん、っていうのはどっちが正しいかは分かんないですけど、ちょっと鉄人の肩を叩きたいんですけどね。どっちですかって、うん、で結局何が言いたいのかですよね。あ、大事なのはね、そうそう、あ、居酒屋っぽいそう、居酒屋っぽい、なるほど。でこう意識と無意識が一緒だろうと別々だろうと、別々だろうと、うん、要は何が言いたいのかっていう、何が言いたいか、結論は共同体感覚なんですよ。共同体感覚で、共同体感覚っていうのは、宇宙など全てを宇宙など全てを含むもの、自分の居場所がある。あ、だから宇宙のここに自分がある。いや、居場所がここにある、うん、で、そのためには、うん、相手のこと、共同体のことを考える、うん、っていうことなんだよ、うんうん、っていうことだと思うんですね、うん、言ってるのは。だからあれですよね、与えるってことですよね。出た、真理がそうなんですよ、うんうん、今ここであの別の動画の AD フロムとなんか番宣みたいな感じでつながりましたけど、うんうんうん、多分そうなんですよね、うん、そのなんか、そう、共同体感覚の僕の認識が与えるってことだったんですよね。なんか急に上の立場から来やがった急に今見ました、今上の立場から知ってましたよって与えること、はいはい、だから与えること、だからこの辺があんまりしっくりこなくて、はいはいはい、あ、だからなんか前もなんか話した気がするんですけど、はい、このお金持ちがこう社会貢献いっぱいするのは、はい、こう与えることによって自分が幸せを感じられる、はい、あ、それはなんかその、そうそうそう、お金を与えてる俺すごいだろうっていうマウンティングじゃなくて、マウンティングじゃなくて、そこにこう自分の、まあ、これでいくと自分の居場所があってところですよね。お金を稼いでマウンティングしたい。なんかその、うん、まあ、別の動画でやっているエニアグラムだとなんかそういうタイプもいるじゃないですか、うん、はいはいはい、うん、成功している私みたいな、うんうん、その、あ、まあ、成功してる、でもまあ、うん、ごめんなさい、今急にコロッとこっち行きましたけど、うん、反応が出ましたけど、うん、まあそれでも、うん、あの杉良太郎様が言うように、うん、じゃあやってみなって話ですよね。それでもやってみなっていう、要は、うん、もうみんながそういう風に、うん、嘘でもやれば、うん、あ、みんな今幸せじゃんって思ったんですね、うん、あのと、まあ、僕がこう言いたかったのはこうあれですよ、ごめんなさい、どうぞ、はい、話を聞きます。なんか世間的に言う幸せとかって、はい、なんかお金持ちになって裕福な生活をしてみたいな、はいはい、したいって思うじゃないですか。思う。だけど世の中の大金持ちとかは、はい、もう腐るほどお金を持ってるのに、はい、こう幸せじゃない人もいる。そう、はい、だから幸せじゃないっていうか、さらにお金を稼ごうとするわけじゃないですか。駆られて、駆られてではなく、駆られてというか、そういうことではなくて、もう十分持ってる。話を聞きます、はい、どうぞ。お金を十分持ってるのに、はい、こうそれでもこう仕事をする、はい、っていうのはこう社会に貢献したいからするみたいな。なるほど。そう、だからお金を持ってても幸せではなくて、そういうところをすることで幸せを感じられるみたいなタイプが出るんでしょうね、これはね。そうそう、みんながそういう思いだといいなって思いました。そう、はい、みんながなので、そう、みんながそうなれば、だからそれがこの共同体感覚かなって。あ、で、うん、もう一回こっちにまた戻ってきたのは、うんうん、あ、それでもまあ、うん、嘘でもそうやってやってる人は、うんうん、
偉いなって今ちょっと思いました、うんうんうん、やってない人より。嘘でもっていうのはあのみんなが幸せになれってやるんじゃなくて、うんうん、あの嘘の気持ちでね、まあえいえいってやってるのも、うんうん、まあ行動が一緒ならまあそれはよしかって、うん、あの健康奉仕がそうやって言ってるんです、ね。まあっていうふうに今急にこっちの話ごめんなさい飲み屋みたいですいません、はいはい、居酒屋なんでね、うん、アドラーは承認欲求を否定してるわけじゃないですか、はい、もちろんだから嘘では良くないっていう本当はね本当はね この嘘ではっていうのは多分あれですよね社会的地位を作るためにボランティア活動してるでもまあそれでもいつか、うん、目覚めればいいじゃないですか、まあ、目覚めればいいけど、はいはい、でもそれはこう承認欲求ですよねアドラー鉄人には怒られますよねってそれはもう徐々に成長していけばいいんですよねでもねそうだからあれですよね幸せになるのにはこんなに苦労しなきゃいけないのかっていうなるほどでも、うん、あの前の多分居酒屋でも話したんですけど、うん、今幸せですかって聞かれるとそうそう多分まあ僕結構悪くないと思ってて、うん、だからなんか結構厳しいじゃないですか厳しいです厳しいけど今あなたが幸せだと思えば幸せなんだってことも言うじゃないですか。アドラーさん。そうだし、まあ、あとごめんなさい、僕ここで来たのはなんかこの人に何を与えてられるか、うん、与えられるかっていうことを考えるのは、うんうん、あ、これちょっと気をつけようって。うん、あの昨日、うん、高須イエス高須院長にフォローされたじゃないですか。うんうんうん、で、私家族に黙って、うん、あのまあ来たわけですよ。あのライブ配信に、うんうん、で遅く帰ったじゃないですか、うんうん、そうすると言われるんですよ、ねうん、遅かったね遅かったね、うん、子供待ったよって、うん、で仕事だったの、うん、って聞かれますよね、うん、あどうしようと思って、うん、仕事って言うと、うん、あの一応嫁ちゃんも動画、うん、あのチャンネル登録してくれていて見るとプイってライブ配信1時間5分みたいなのが上がってきて通知来ますからね嘘つけないですよ、はい、でうーんってあの連絡したよねと早く帰ってきてみたいなでもこんなことしてたんだこれも仕事ですからっていう時にあのなんて言うんだろうな僕の健全度が低いと喧嘩が始まりますよ、うんうんうん、でも僕は、うんこういうことを学んでいるので、うん、何を与えられるか何を与えられるかっていうことを考えようとすれば、うん、喧嘩にはならないとりあえず、うんうん、相手にそう僕は何かを与えるために、うん、と思っているので、うん、ぐっとこらえて、うん、連絡をしなかったのは申し訳なかったと、うんうん、であと黙ってご飯を食べるっていう、うん、なので争いはなくなるかなって、うん、無用な争いは、うんうんうん、これっていい話いい話そこで円満に笑顔に戻ったわけじゃないでもまああの、うん、喧嘩にはならなかった喧嘩にはならなかった、はいうん、っていうその後はもう収束したんですか一応あの、うん、うちの夫婦は、うん、そうですねそこで、うん、何て言うんだろう蒸し返したりはしない、うん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 、まあ多分あの三方一両損ってあるじゃないですか、うんうんうん、まあみんなちょっとずつ我慢しようよっていううん、うん、うちのルールはそれだと思ってるので、うんうん、みんなちょっとずつ我慢、うん、奥さんも思ってるなんか思ってるんでしょうね、うんうんまあ、しょうがねえなしょうがねえな、うん、でも僕は僕で、うん、いや俺酒も飲まねえしギャンブルもやらねえし、うんうんうん、ゴルフもやらないよって、うん、動画ぐらいこの動画ぐらいいいじゃんって、はいはいはい、っていう思いがあるんですよね、うんうんうん、でも嫁からすると、うん、昨日上げた動画が若干そのちょっとまあ見る人にとっては過激、うん、要は叩かれるよと、うん、左巻きの人から、うん、もしくは右巻きの過激な人から背中を切られるパターンもあるじゃないですかだからあまり過激なことはしないようにね、うんうん、心配なんですねあのエニアグラムでいうと多分タイプ6だなと見てるんですけど、うんうん、6のウィング効果なんて、うんうん、僕は6のウィングなんで、うんうん、よろしければあのエニアグラムの動画をご覧くださいと、はいうん、っていう
でもそういういろんな知識をちょっとずつ増やしていくと、うん、あ、人と自分は違うんだなって、うんうんうん、で分かる、うんうん、許せると、許せるっていうか、あの、あ、無用な喧嘩は、うんうん、無用な争いは起きない、とりあえず、うん、まあ、この人の考え方はこういう風だから、あ、そう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 、さっき隊長が言った、うん、いや、人にはいろんな考えがありますから、うんうんうん、っていうのが46にしてようやく、うん、ようやく分かりました。まあ、でも僕の人にはいろんな考え方があるからっていうのは、はい、自分を守る言葉ですからね。うん、というのは、あなたの考えはそれでいいけど私の考えは犯すな。なるほど、頑固ですね。そう、あ、だからあなたの考えは僕は否定はしない。あ、なるほど、だからさっきは喧嘩にならなかったんですね。そうそう、降りに来なかったこっちを、うん、だからこっちのだから守ってるんですよ。僕の考え方を否定するなと。あ、こっちも否定しないからお前も否定するなと。で、僕も犯されたくないから行かないんですよ。そっちに、うん、っていうという、そう、それが多分僕の性格。なるほど、うん、ちょっと飲み屋っぽいですね。はい、いつもより音量が大きめだったと思います。はい、若干共同体感覚盛り上がりまして、うん、この共同体感覚は第4夜ちょっとずっと続きますので、うんうんうん、ここが難しいですよね。だってアドラが難しいって言ってるんですよ。まあ、あの難し、青年簡単じゃんって言って、言ったけど、まあ、難しくて真っ二つに分かれるっていう話ですので、うんうん、ちょっとこれをまた第4夜、うんうん、パート2、パート3で深めていければと思っております。うんうん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。